どうも、新丸洋介チャンネル準レギュラーの岡村和也と申します。してもらえるみたいな、まあ、そんな大したことでもないんですけども、こういう機会をいただいて本当にありがとうございます。買って帰るぞ。6番が北九州で一緒やってたやつやから、金髪の高身長イケメン。マジ？うん。あれ？一番奥の。あれ、あれか。やばい。やばい、ヤスに決められた。え、あの。だから6番連れてくれてるんですよ。大丈夫大丈夫、奥田やり返せ。奥田それ、奥田がまた決めろ。バカの残り懐かしい。これずっとやってたよね。全然俺らの時はゲットボールできへんかったけど、やかましは今日ね、今日は絶対僕らのゲットボール。僕だー、ナイスボール。あー惜しい。この後来た。まだある。まあ守備がね安定してるから。わーい、ありがとう、ありがとうございます。もうあの著作権ドフリーなんで何にでも使って。運動してるでしょうか。帰りのバス、これなんて解説しようかな。いけるぞ。失点だけや。他は悪くない。いけるいける。やるぞ。いけるぞ。いける。こっから、こっから。こっから行くぞ。0-3-0-4 でもセットプレーチャンスありましたし、うん、まあ、見ての通りこっちの方がチャンスというか攻めてる手数は多かったんで、うんうんうん、こんな言い方するのもあれやけど、ボーンって蹴られてセカンド拾われてこちょこちょでポンでしょ。こっちは最後のポケットまでここまで崩した後の精度が足らなかっただけなんで、うん、次ホーム愛媛、またオレンジ、今度こそオレンジ倒しましょう。絶対やってくれますよこのメンバーなら。切り替えていこう。頑張って寒さに耐えたけど、やっぱもう僕来てバスツアーで0304の
ならし1点なんで、ちょっと今後ちょっとバスラ考えます。岡村がなんかちょっと責任を勝手に感じている。はい。やっぱこのユニフォーム着てくるのやめようかな。まず。それと、でもそんな悪くなかったっぽいね。ね、内容はね。内容はそんなに悪くなかった。ただ失点が重なっただけ。そう、なんか惜しかったよな、マジで。そうですね。さあ、オレンジ。強かったな。強かった。今日ちょっと相手のやりたいことがハマった感じでした、ね。そう。オレンジの髪。赤やし。え、でもオレンジ。ちょっとそれや。これや。これや。今日のもはや髪型。オレンジの髪。オレンジの髪だ。これがダメなんだ。これがダメなんだ。めっちゃ隠し出した。赤です。これ森川とね。まあ。砂森とかがね。来るんかな。こうなかったらもう主役。主役。さっき写真撮ったんで晒します。こいつら。しっかり俺とかと。さぬきと試合してきて、で俺も来てたのに、あのスタンドに挨拶来なかったって言って顔しました。めっちゃくどくど怒ってる。寒い寒い。砂走らんで、砂は走らんで、森川も走ってこい。ナイス、出てなくてよかったわ。ありがとうございました。2人が出てなくてよかった、ちょうどいい。家から取り寄せました、実家から送ってもらいました。頑張ってください。頑張って応援してね。なんかお前買った感じ出すな、お前。お前は出てない、なんか気をつけて帰ってください。ちゃうねん。バイバイ、頑張って。めっちゃ押してるやつなんですよ、北九州で。いや違うんですよ、ほんまに可愛がってたんですよあいつ。お疲れ様です。お疲れ様です。だからなんかその後俺北九州いなくなっても6番つけていいっすかって6番つけてくれて、でめっちゃ可愛がってて、やめろよって言ったんですよ試合前。下行って、お前やめだなって、今日お前活躍するんだめだ、勝敗はどうでもいいけどって言ったら、ほんま開始早々決めようって。フリやで、気分良くなって、なんかその後もプレーめちゃくちゃ良かったし。まあ今日 ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした、まあ、こっからが長いですけど、はい、試合終わってどうですか。いやもうバスツアーちょっと今後の参加考えます。2連敗で合計7失点で届くてねえ。でもねこれね、木島亮介 YouTube チャンネルなんで、あお前兄貴が来たらまたなんか変わるかな。変わるかもしれないし、うん、その時にはついて金魚の糞みたいに。そうね、凌介先輩の後ろについて。そうやね、うんうん、回らせていただきたいなと。はい、めちゃくちゃ豪華になるんじゃないですか。はい、ねえ、いやもう今このこっち側、あ、こっち側バスが来るっていう、めっちゃ長野のサポーターの皆さんの前でちょっと繰り広げています、はい、ますけど、今からまた8時間かけて安全運転で帰ります。お疲れ様でした。YouTube チャンネルよろしくお願いします。僕も結構出てます。ありがとうございます、優しい、ありがとう。8時間だぜ、8時間8時間半。